マンスリー県政ニュースワイド特集では、 JR 紀伊国線で行われているサイクルトレインについて紹介。また県が進めるクリーンアップ運動についてゲストを迎えてお伝えします。マンスリー県政ニュースワイド、県政の動きと県政の重要なポイントを分かりやすくお伝えします。こんばんは、笠野恵美です。では早速この1ヶ月の県政の動きを短くまとめてご覧いただきましょう。桃や梅などの木に寄生して内部を食い荒らす特定外来生物クビアカツヤカミキリをテーマにしたシンポジウムが先月29日和歌山市で開かれました。農林害虫防除研究会和歌山大会のシンポジウムには、国や都道府県の関係者らおよそ200人が参加し、農林水産省植物防疫課の中園浩一課長補佐が、クビアカツヤカミキリの被害の現状や国内外の対応事例を紹介しました。また県果樹試験場柿桃研究所の広岡拓人主査研究員は、令和元年に県内で初めてクビアカツヤカミキリの成虫が確認されて以降の被害の推移をはじめ、殺虫効果の高い薬剤の種類などの研究結果を報告し、防除対策に有効な情報を提供していました。和歌山の熊野古道と姉妹道の提携を結んでいるサンティアゴへの道があるスペイン・ガリシア州の青少年の訪問団20人が今月5日、和歌山市の和歌山歴史館などを訪れました。県の熊野古道とスペインの巡礼道サンティアゴへの道は、ともに世界遺産に登録されていて、1998年には姉妹道提携を結び、2010年度からは青少年の交流事業を行っています。今回は今月1日から6日までの日程で和歌山県を訪問したもので、この日は和歌山城の西の丸やお箸廊下などを散策した後、天守閣に登り実際に造りを確認するなどして歴史や文化への理解を深めている様子でした。県内の経営者らが実践的な経営スキルの習得やビジネスプランの創出などを図る和歌山戦略経営塾が6日開講しました。開講式には県内企業の経営者ら塾生22人が出席し、はじめに岸本知事が新しいビジネスが出てくることを期待していると挨拶しました。続いて一般財団法人日本総合研究所会長で経営塾の塾長を務める寺島実郎さんが、この機会に一生の宝物になったと振り返れるネットワークを作り上げてほしいと呼びかけました。この経営塾は県が初めて開いたもので、来年2月まで6回にわたり各界で活躍している有識者らを講師に招いた講義やグループディスカッションなどが予定されています。15日、トルコのコルクット・ギュンゲン駐日大使一行が、日本とトルコの友好の原点である和歌山県を訪れ、岸本知事を表敬訪問しました。一行は今月16日に串本町で行われたトルコ軍艦エルトゥールル号の犠牲者の追悼式典に出席するため、今回和歌山入りしたものです。ギュンゲン大使は今年2月にトルコ南東部で発生した大地震に対する和歌山からの支援に感謝を示し、協力関係をさらに強固なものにしていくために、何かできることがあればいつでも声をかけてほしいと話しました。岸本知事は今年12月にトルコ・イスタンブールと関西国際空港を結ぶ直行便が再開されることに触れ、交流がさらに盛んになることを期待している、先人たちが作ってきた固い絆を大切にこれからも協力していきたいと話していました。
日本と韓国との統計の技術交流や意見交換などを行う韓国の統計視察団が15日、県庁を訪問しました。訪れたのは韓国統計庁の視察団のチョン・グヒョン団長をはじめとする団員5人です。日本と韓国の統計局は統計行政が直面している課題や統計の組織、調査に関する現状などについて意見交換を行うことで両国の統計の発展を進めることを目的におよそ40年前から互いに職員の派遣、受け入れを行っています。5年ぶりとなる今回の和歌山県への訪問では統計調査で県が担う役割や統計思想の普及の一環として子ども向けの出前授業を展開していることなどについて意見交換が行われました。今月21日からの秋の全国交通安全運動を前に楽しみながら交通ルールを学んでもらおうという交通安全フェア和歌山2023が16日和歌山市の交通公園で開かれ関係者らがテープカットで開会を祝いました。イベントは交通ルールやマナーを楽しく学んでもらい交通安全への意識を高めようと交通事故をなくする県民運動推進協議会が開いたものです。会場では子ども用の警察の制服を着ることができるコーナーや子ども安全免許証を作るコーナーなどが設けられ子どもたちは楽しみながら交通安全について学んでいる様子でした。また和歌山市の阿波保育園の年長の園児27人による鼓笛隊の演奏も行われ会場を盛り上げていました。続いてはマンスリーピックアップ。赤ちゃんと母親をつなぐへその緒に含まれる再対決を公的再対決バンクに提供する協力医療機関が今月県内に初めて設置されたという話題です。これは定例会見で岸本知事が明らかにしたものです。再対決は赤ちゃんと母親をつなぐへその緒に含まれているもので血液の元となる造血幹細胞が多く含まれています。協力医療機関では母親の同意を得た上でへその緒から採血し基準に適合するものは公的再対血バンクを通じて白血病などの患者を治療する移植医療機関に提供されます。県内からは大阪府の再対血バンクが最も近いもののこれまで採血から24時間以内に凍結保存する必要があったため県内に協力医療機関はありませんでした。しかしこの時間的な要件が緩和されたことから県が医療機関に協力を呼びかけた結果いずれも和歌山市内にある日本赤十字社和歌山医療センターと花山ママクリニック、浜田産婦人科、県立医科大学附属病院の4カ所が協力医療機関になりました。公的再対決バンクの協力医療機関の設置は、移植医療の面からとても意味のあることだと考えています。近年では、再対決移植の需要が高まっていること、また、少子化により出産数が、減少していることから再対決の確保に関して一層求められています。そこで今回協力医療機関が設置され再対決が採取確保されることによって和歌山県だけでなく全国の白血病の患者さんの治療の場が増えることと考えております。再対決の採取に関しては妊婦さんに説明の上同意を得る必要があります。県としてはまず再対決移植に関する重要性であったり必要性に関して周知啓発活動を行っていきたいと考えています。県民の皆さんに再対決移植に関して知っていただくことで再対決移植の推進につながると考えています。以上マンスリーピックアップでした。さあ続いては特集です。県政のここが大事。
新型コロナウイルス感染症のいわゆる5類への移行で県内の観光業界も活気を取り戻しつつある中、観光客誘致の取り組みの一つとして期待されます紀伊国線サイクルトレインについてお伝えいたします。電車内に自転車を解体することなくそのまま持ち込んで目的地で降りた後にすぐにサイクリングを楽しめるというこの紀伊国線サイクルトレイン、このサービスは JR 西日本紀伊国線でおととしの9月に始まりました。これまで普通電車の場合は御坊駅から新宮駅の間が対象となっていたんですが、先月21日からは和歌山駅から御坊駅の間でも利用できるようになりました。この新しく利用が可能になった区間で自転車と電車を組み合わせた観光を私も体験してまいりました。さてこちらは JR 和歌山駅前です。これからこの自転車を電車内に持ち込みまして由良町の紀伊由良駅まで行きたいと思います。そして電車を降りた後はサイクリングを楽しみたいと思います。県観光振興課の井本さんにお付き合いいただきました。自転車を電車内に持ち込める紀伊国線サイクルトレインと名付けられたサービスは2年前に紀伊田辺駅と新宮駅間の普通電車で始まりました。去年御坊駅まで区間が延伸され特急くろしおでも白浜駅と新宮駅の間で利用できるようになりました。今回新たに和歌山駅と御坊駅の間を走る普通電車でも利用できるようになり、この新しいサービスは紀伊国線サイクルトレインプラスという名称が付けられています。紀伊国線サイクルトレインプラスを利用するためにはまず公式サイトから乗車する電車を予約します。利用は完全予約制です。紀伊国線サイクルトレインプラスは乗車券のみで利用でき、追加の料金は不要です。利用できる電車は曜日によって異なります。また、1つの電車につき乗車できる自転車は3台までです。この日は平日で午前9時50分和歌山発御坊行きの普通電車を予約しました。ホームにはサイクルトレインを利用する乗客に分かりやすいように乗車口を示すマークがあります。ではこちらの電車に乗り込みます。まずですね、車掌さんにここで予約申し込み完了メールをご覧いただきます。よろしいですか。はい、では乗ります。よいしょ。このまま乗れてしまうんですよね。電車に乗った後は紐やゴムなどで自転車を座席の手すりに固定します。固定する紐などは利用者が用意します。新しい区間でのサイクルトレイン始まりましたけれども、この利用者の皆さんの反応というのはサイクルトレインに対してはいかがですか。はい、サイクルトレイン、紀伊国線サイクルトレインは、2年前の9月からスタートしまして、非常にご好評いただいてまして、とても多くの皆様にご利用いただいてます。お客様からのお声ですねをいただくと、やはり和歌山まで区間伸ばしてほしいというお声がたくさんございましたので、検討を重ねまして8月の21日から予約制にしましてスタートさせました。季節の良い時はサイクリストの方たくさん増えますので、沿線には風光明媚なたくさんの魅力あるスポットございますので、たくさんの方にご利用いただくことを期待しています。また今月からロゲーニングということで、御坊と新宮の間では、はい、楽しくいろんなスポットを回れる企画も用意してますので、はい、ぜひご参加いただければなと思います。電車が発車しました。目指す紀伊由良駅まではおよそ1時間、車窓の風景とおしゃべりを楽しみながら目的地に迎えるというのが電車のいいところですよね。御坊駅の2つ手前、
由良町の金浦駅に到着しました。電車が駅に停車するのは1分程度だったため、到着する前に自転車を固定していた紐を外して降りる準備をしました。まず金浦駅からおよそ1キロの興国寺に向かいました。自転車では15分程度です。興国寺は禅宗のお寺で、金山寺味噌と醤油文化伝来の地と伝えられています。一晩でお堂を建てたという天狗伝説も残るお寺で、サイクリング中の安全をお祈りしました。興国寺を後にして南に向かい、海岸線に出ました。県ではサイクリストの案内のために道路にブルーのラインを引いています。県内全域にわたり800キロメートルにもなり、和歌山800としてサイクリストたちに知られています。海岸沿いにある白崎万葉公園で一休みすることにしました。ここには万葉歌碑が設置されています。およそ1300年前、室の湯、現在の白浜温泉に持統上皇や文武天皇が行幸した際に同行した人が読んだと伝えられています。この白崎の雄大な景色を見て感動したっていう、古人も感動しているということなんですね。この日の目的地は道の駅白崎海洋公園です。白い石灰岩と青い海、見事なコントラストの景色が楽しめる県立自然公園白崎海岸にあります。日本のエーゲ海と言われる県内有数の観光スポットです。今日はサイクルトレインを利用してサイクリングを楽しんできたんですけれども、このサイクルトレインの取り組みの中で一番期待できるところってどんなところなんでしょう？そうですね、サイクルトレインは自転車を折りたたまずにそのまま乗り入れできますので、はい、便利ですし、追加料金がないんですね。そういうところがとても魅力的だと思います。はい、また和歌山駅から御坊駅まで今回延伸しましたので、はい、より広い範囲で、例えば片道電車で片道サイクリングというような形で、はい、往復違うルートを使いながら県内さまざまな場所を楽しんでいただけるかなと思います。今すでにサイクリングを趣味になさっている方はもちろんなんですが、これからサイクリングしたいなと思っている方にも、ぜひ和歌山の景観をサイクリングで楽しんでいただきたいですよね。そうですね、和歌山県には四季に彩られた自然、史跡、澄んだ空気はもちろんですし、温泉、新鮮な海の幸、山の幸などおすすめしたいスポットがたくさんございます。県ではマップなどを作っておりまして、はい、サイクリングのモデルコースなどもご案内しております。それからサイクリストにとっても優しい仕掛けがたくさんあるんですよね。そうですね、自転車の屋内保管、修理工具の貸し出しを行ってくれているサイクリストに優しい宿であったりとか、休憩スペースやスポーツバイク対応の空気入れを貸し出ししてくださるサイクルステーションなどが県内各所にございます。また和歌山800モバイルスタンプラリーも実施しております。県内約60箇所をチェックポイントにしておりまして、でこちらですね、他のユーザーとペダルというポイントを競えるようなゲーム性もありますので、ぜひ県内いろいろな場所でサイクリングを楽しんでもらいたいと思います。これからはとってもいい季節になってきますよね。そうですね、サイクリングしやすい季節になりますので、モバイルスタンプラリーやサイクルトレインを利用しながら、ぜひ和歌山県内いろんなところをサイクリング楽しんでいただきたいと思います。では2つ目の特集です。県が展開しているみんなで協力してゴミ一つないきれいな和歌山を目指す運動、クリーンアップ運動について取り上げます。スタジオには県県民生活課の大森さんにお越しいただきました。大森さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずこのクリーンアップ運動が始まった経緯などから教えていただけますか？
県では2015年の紀の国和歌山国体、紀の国和歌山大会を開催したとき、ゴミ一つないきれいな和歌山で全国からの来県者をお迎えするため、県民総参加で取り組んだ県内各地での清掃活動がクリーンアップ運動で、誰でも主体的に参加できる活動として現在まで継続して実施しています。はい、では具体的な取り組み内容について教えてください。ゴミ一つないきれいな和歌山を目指し、環境美化に向けての県民意識の向上や地域コミュニティのさらなる活性化を図る取り組みを展開しています。はい、具体的には毎年県内各地でスポゴミ大会を実施しています。はい、今ご覧いただいていますのが先日みなべ町で行われたスポゴミ大会の模様ですよね。ゴミを拾って勝負すると伺ったんですが、このスポゴミ大会は平成28年から県内各市町と協力し実施してきました。環境美化意識の向上と美化活動のイメージアップ、地域の生活ごみとの関連などによる海岸漂着ごみについて考えるきっかけとすることを目的として実施しています。はい、ゴミ拾いという社会活動にスポーツの要素が取り入れられており、大変面白いと好評です。スポーツにもルールがありますように、スポゴミにもルールがあるんですよね。スポゴミとは3人から5人、1組のチームで力を合わせ、制限時間内に定められたエリア内でゴミを拾い、その質と量をポイントで競い合う地球に最も優しいスポーツです。はい、ゴミ拾いはスポーツだの掛け声のもと、ルールに沿って競技を実施、勝ち負けを競います。あらかじめ燃えるゴミは 100g で10ポイント、タバコの吸い殻は100ポイントというように、ゴミの種類によってポイントを定めており、各チームはそのポイントで競うことになります。1回の大会でどれくらいゴミが集まるんですか？今年9月にみなべ海岸葛城体育センター周辺で実施しました2大会では約200名の方にご参加いただき、約225キロのゴミが集まりました。はい、また昨年県内5カ所で開催し、約516キロものゴミを拾いました。516キロってかなりの量ですよね。注意深く見てみますと、ゴミって結構あるものなんですね。さて、これからも各地で開催されるんですよね。はい、今後は10月21日土曜日に上富田町、はい、11月11日土曜日に太地町、11月25日土曜日に御坊市での開催を予定しております。さらに今年度中にあと1カ所開催予定です。参加チームの募集については随時県民生活課のホームページや市町の広報誌などでお知らせします。皆さんのご応募をお待ちしております。はい、大勢の方に参加いただいて海岸や町がきれいになるといいですよね。他にはどんな取り組みがあるんでしょう？和歌山県内での清掃活動をリアルタイムで確認できる、はい、クリーンアップ和歌山を導入しています。クリーンアップ和歌山とは県内での清掃活動の情報を集約している和歌山県ごみ拾い活動専用ウェブサイトです。はい、クリーンアップ和歌山では県内の清掃活動の実施場所や参加人数などが分かります。清掃活動の投稿があった場所は和歌山県の地図上にお掃除キーちゃんのマークで可愛く表示され、活動している場所が一目で分かるようになっています。県内の清掃活動が見える化されているということなんですね。どんなふうにしてクリーンアップ和歌山に情報が集約されるんですか？皆さんが行った清掃活動を投稿することができるゴミ拾いアプリピリカを使って拾ったゴミの写真や活動場所などを投稿していただくと、投稿された県内での清掃活動の情報がクリーンアップ和歌山に集約されます。ピリカは清掃活動を投稿できるアプリで、クリーンアップ和歌山はその投稿の情報が反映された和歌山県専用のウェブサイトということです。はい、アプリ内のありがとうボタンでお互いの清掃活動に感謝の気持ちを伝え合ったり、コメントを送ることもできます。ちなみにピリカはウェブサイトからもご利用いただけますので、スマートフォンをお持ちでない方もぜひ一度ピリカで検索してみてください。
皆さんもぜひピリカを使って清掃活動を投稿し、クリーンアップ和歌山で和歌山県内の清掃活動の情報を確認してみてください。さて大森さん、他にもふるさと和歌山をきれいにするための取り組みってあるんですよね。そうなんです。和歌山県の誕生日である11月22日に毎年、はい、ふるさと誕生日クリーンアップ運動を実施しています。はい、県庁および各振興局の職員が参加し、始業前に県庁や各振興局周辺の清掃に取り組んでいます。さらにみんなでふるさと和歌山をきれいにしようということで、毎年ふるさと誕生日周辺の11月から12月の期間にたくさんの学校、企業、団体等にもご参加いただいています。学校は通学路周辺、企業は事業所周辺というように、身近なところからきれいにしようと清掃に取り組んでくださっています。はい、昨年度のふるさと誕生日クリーンアップ運動では1225名もの方々に清掃活動に取り組んでいただきました。いや、本当たくさんの方がこの活動に賛同して取り組んでいらっしゃるわけですね。では最後になりましたが、県民の皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、皆さん、通勤や通学路などに落ちているゴミを拾うなど、身近なところからゴミ拾い活動を始めてみてください。一緒にふるさと和歌山をきれいにしましょう。はい、今日はクリーンアップ運動につきまして、県県民生活課の大森さんにお話を伺いました。大森さん、ありがとうございました。ありがとうございました。では最後にもう一つマンスリーピックアップです。企業の従業員らが植栽や間伐などの森林保全活動を行います。県の企業の森事業に東京都に本社を置くトランスコスモス株式会社が参画することになり、調印式が行われました。今月7日、県庁知事室で行われた調印式には、東京都に本社を置き、コールセンターなどのアウトソーシングサービスを展開するトランスコスモス株式会社の松原健氏取締役副社長執行役員をはじめ、岸本知事や活動地である有田川町の中山正隆町長らが出席し、森林保全や管理に関する協定書に署名しました。県の企業の森事業は、企業や団体などの支援により県内の山林で植栽や間伐などの森林保全活動が行われるもので、和歌山市に支社があり、コールセンターサービスも展開するトランスコスモスはカーボンニュートラルにつながる活動として今回事業に参画することになりました。活動地はトランスコスモスの森と名付けた有田川町彦ヶ瀬の山林 2.27 ヘクタールで、来年春には森林整備の委託を受けた金谷町森林組合により間伐作業が行われます。松原取締役副社長執行役員は、活動を通じて環境保全と地域貢献に取り組みたいと話していました。今回トランスコスモス株式会社さんの参画により、93の企業団体さんによって今県内で107箇所の森林が整備されています。9月の9日にトランスコスモス株式会社さんも早速有田川町に足を運んでいただきまして、自然観察会ですとか木工体験を体験いただきました。県では今後も企業の森事業を推進して、多様性に富んだ豊かな森づくりを進めていきたいと思っています。マンスリー県政ニュースワイド、今夜はお月見ですね。いいお月さんが見られるといいですね。次回の放送は10月27日金曜日です。ぜひご覧ください。今月はこれで失礼いたします。さようなら。